今回は前回に引き続いて池の周囲の出会い系、まあ、その2、その3ということで、時間差ができた場合の同時に出発するのではなくて、少し時間を置いてから片方は出発する、反対方向に出発する、それから同じ方向に、まあ、出発して追いかけるような、形になる、そういうのを見てみたいと思います。同じく SPI とか一般教養の数学、まあそうですね、中学校数学なんかによく出てくる非常に基本的な問題です。頑張っていきましょう。それでは今日の問題を見ていきましょう。周囲 23km の池の周上のある地点、ここからですね、 A は右回りに時速 4km、 B は左回りに6km で動くとする。前回のですね、第1回のを見てくださった人は、ここまでは条件前回と一緒ですね、同時に出発して、どこで、会うか、でしたね。今回はですね、B は、A は右回り、 B は左回りに行くのは一緒なんですけれども、 A が出発してから1時間半後に B が出発するという条件で、同時ではないんですね。で、出会うのは何時間何分後かということで、前回はですね、まあ、前回のは別に、見なくても大丈夫なんですけども、前回は、4キロ6キロで合計10キロを同時に出発するので、10キロを池の周囲23キロ10キロで埋めていくわけですから、まあ、23÷10 で 2.3 と。いうふうに 2.3 時間後というふうになりましたけれども、今回はちょっと条件がひねってあります。しかし、慌てないで、一つ一つですね、じっくりいけば大丈夫なので、方針としては B のスタートした時刻を基準に距離を考えるということにします。A が出発してから1時間半後に B が出発するので、この A が出発してから1時間半後の時刻を、まあ、ゼロと言いますか、基準にして距離を考えます。では回答を見てみましょう。 A は時速 4km だから、1時間半後には 4×1.5 イコール6キロですね、進んだ地点、これを M と名前を付けますと M に来ます。4×1.5 イコール M です、6ですね。なので、この M に到達した時刻を基準に考えれば、結局問題は A が M を出発する、そして B は P を、同時に出発する、その時出会うのはいつか、こういう問題と一緒になりますので、恐れることはありません。前回同様、 B とA が同時に出発していつに会うかですね。ただ A は、その前にこれだけ進んでますから、 P から出発するのではなくて、ここにですね、下の方にこの池の部分をですね、分かりやすくまっすぐに伸ばした M をここ、 P をここにした図が書いてありますが、こういうふうにすると結局A が M、B が P から同時に出発する時にいつ出会うかという前回の問題、標準の問題と同じになるわけです。具体的には、こうですね。PM を除いた池の周囲の残りはですね、PM は6キロですから、23-6 で17キロメートルですね。これを AB が1時間に進む合計距離、A は 4、B は時速6ですから、1時間には足して10キロですね。したがって、この残りの部分、P、M ですね。この残りの部分、1時間に10キロで、今17キロあるわけですから、17を10で割れば、10は1時間分の距離ですから、何時間分、この中にあるかということと一緒ですから、結局、その時間数が出るわけですね。17km を2人は10キロずつ埋めていくわけですから 1.7 になります。
0.7 時間は60分の 0.7 倍、7割ですね。で、42分ということになるので、1時間42分となります。こういうふうに設定が多少変えてあっても恐れることはありません。少し、こういうふうにですね、具体的に、やってみればわかりやすいですね。方程式を使う方はこうですね。少し、斜めになっておりますけれども、 B が出発してから T 時間後にアウトしますね。出アウトします。ちょっと出アウトしますが抜けておりますけれども、先ほど上で見たように A が M に到達した時刻を基準にするといいですね。そうすると、それまでに6キロ進んでおりますので、結局前回同様池の進んだ距離の合計が池の周囲になるというふうに、持っていけばいいですね。なので A は、6プラス 4T 進むことになります。この時に6を、B が出発してからが基準なので6は入れちゃダメなのではないかと思う人もいると思いますけども、これはあくまで距離を言ってるので、T 時間後にまあ出アウトすると、それまでに A はその基準の時刻より前にすでに6キロ、そして基準の時刻から 4T 進んでますね。つまり A はこことおよび基準の時刻から 4T、 そして B は 6T 進んでおります。ので、その 6T を足したものが池の周囲23になります。気になる人はこういうふうにしてもいいですね。確かに6は基準の時刻以前なので、4t プラス 6t が残りの17と、こういうふうに置いてもいいですね。実質一緒のことですからね。で、これを括弧を外せばこうなりますから、10t が17。もちろん前の解法と一緒の答えになります。そして1時間42分と、こういうふうになります。さて、次は重要なコーナーですけれども、検証ですね。例えば、さっきのような問題ですと、確かに SPI とかですね、それから方程式を作る場合も、もう何かパッと方程式を作らなきゃいけない。こういう、手段といいますか、解き方にパッとこう何か思いつかないといけない。というふうに、かえって、まあ、練習を積んだり、深く入った人ほど、何か方程式を作らなきゃいけないみたいに焦ってしまうと思うんですが、もし手が出ないようでしたら、とにかく具体的に一歩一歩たどるということが深く理解するにも、逆に浅く理解というか解き方のアプローチをする上でも重要です。実際にですね、 A と B の動きをたどってみるということですね。そういうのはいきなり何か T と置いて 6T とか思って、まあそれでできればいいわけですけどもね。そうするといいので検証してみましょう。 1.5 時間経過したとき、これは先ほど説明したように A は地点 M ですね、6キロ離れたところ、 B は大元の P、ね、これを P と名前を付けましたにいますので、とりあえずここに両者、スタンバイしたと思えばいいですね。そして、レディーゴーという感じで一緒にスタートしたと思えば、先ほども説明しましたように、1時間半後という条件はあまり問題でなくなります。そうするとこれより1時間、経った時にはですね、まあ、分かりやすく書くと P は6キロ時速ですから、6キロ離れた地点 Q、 そして、A は M から4キロ進んだ地点 N に来ます。こういうふうにどんどん縮まってきますね。ちなみに続きは2時間後には8キロと、これは12キロで、20キロにここなってしまいますので、もう行き過ぎてるわけですね。なので、まあそういうことから、A は4キロ先の地点 N に、ね、そして B は6キロ先の地点 Q に来るということですね。すると1時間に10キロこう縮まるということになりますね。10キロ縮まることになるので、こう、まあ、視覚的に目で見てよくわかりますね。
したがって残り 17km を、の中にこの 10kg のテープがですねいくつ入っているか、例えばきっちりこれが2個入れば、2時間ということですからね。もしこれが 20kg だったらば、これで 10kg ですから、ちょうどもう1個書けば出会うわけですね。なので17キロを10キロで埋める、ね、埋めるといくつ必要かと、こういう問題と一緒になります。これは別に20のように割り切る数字じゃなくても、35でも、42.8 というような半端な数でも割り算をすればいいので全然問題ありません。なので、まあ、ここには書いてありませんが、先ほどやったように 17÷10 ですね。しかしよく考えるとですね、この家庭にある周囲が 23km の池というのは非常に巨大ですよね。むしろそういうところの方に僕は気が入ってしまいますけれども、自分が作ったんですけどもね、湖と呼ぶべきでしょうかね。以上検証でした。いかがでしたでしょうか。今回は、検証ということもね非常に重要だということも、しました。こういうふうに検証とかをしますとですね、また他のやり方とかもっと簡単なやり方、これにまあ行き当たることもあるので、検証というこういうアイデアが重要だと思います。それでは今日はここまでにしましょう。さようなら。